両陛下は今日和島市内の視察とお見舞いを終えた後、午後4時半前、珠洲市内の臨時ヘリポートに到着されました。その後、避難所となっている緑ヶ丘中学校を訪れ、被害状況の説明を受けた後、避難している被災者を見舞われました。珠洲市では103人が亡くなり、現在も40箇所、1079人が避難生活を余儀なくされています。続いて両陛下は津波の被害を受けた飯田港を視察されました。この後、再び自衛隊のヘリコプターで能登空港に戻り、今夜帰郷される予定です。